そして並みいる豪華アーティストを抑え1位に輝いたのはバーチャルアイドル星街すいせいさんのファーストアルバム「スティルスティルステラー」。星街さんは CG のキャラクターを使った VTuber で YouTube のチャンネル登録数は117万、ミュージックビデオは1000万回以上再生されるなど絶大な人気を誇っているんです。武道館ライブを夢見る永遠の18歳が初のオリコン1位を獲得しました。バーチャルアイドルの星街すいせい、また新しいアーティストが出てきましたね、佐野さん。でもついにここまで来たよねぜひ覚えてくださいね、はい、今月21日には初のソロライブも開催されます。